に耳が相手か、ちょっと手強いかも。相手にとって不足なし、いざ尋常に勝負。けど耳も生徒会長になりたかったんだね。なんかちょっと意外。まあそういう柄じゃないよね。何か叶えたい公約でもあるの？特にない。じゃあなんで？そうだな、葵にだけは内緒。何それ。